りんちゃんパパのクッキングです。今日はですね、この豚ロース肉、これを使いまして、ロース、ニンニク焼き、ロース生姜焼きってありますよね、あれじゃなくて、今日は生姜じゃなくてロース、ニンニク焼き、玉ねぎをベースにしたソースとニンニクと合わせて作っていきたいと思います。それでは調理スタート。はい、まずはもう本当に焼いて特製の調味液で合わせるだけなんで、めちゃくちゃ簡単なんで、あのソースの始め、ソースだけ、特製調味液のソースをこれから作っていきたいと思います。ニンニクですね、5片、ニンニクを5片、まあ、すりおろしていきます。そして玉ねぎ、1/2個、これもすりおろしていきます。このようにもう調味液入れたんですけど、醤油60cc、 酒を 100cc、 みりんを 100cc、 砂糖小さじ2、これを入れたものが、特製の調味液になります。あとはもうこれで完成なので、これを、焼いた豚肉に合わせていくだけで完成になります。それでは豚肉の方を今度焼いていきたいと思います。はい、それでは今度は豚肉はまずは筋切りをしていきます。筋切りっていうのは、この油と肉の境目に筋を入れることによって、肉の縮みを防ぎます。なのでこういうところに1センチ間隔ぐらいで、まあ、両サイドやるとより縮みが少なくなりますので、今日は両サイドやっていきたいと思います。このまま焼いていくのでもいいんですけど、今日は、ここに小麦粉を薄くまぶしていきます。そうすることによってソースの絡みが良くなりますので、今日は、小麦粉をまぶしていきます。まあそのままでも構いません。はい、そうしたら豚肉の下準備できましたので、これから焼いていきたいと思います。けど一回で作れないとあれなんで、はい、いい感じで焼けてます。はい、そしたら両面ある程度焼けたら、先ほどの調味液ですね、これを全部ガーッと入れていきたいと思います。はい、これで少し中まで火を通して、まあ、煮込む感じじゃないんですけど、これで少し中まで火を通していく。ここであんまり火を通しすぎると肉が硬くなってしまいますので、ここでもう取り出して、お酒が煮切れたらこれを取り出してカットしていきます。はい、そしたらこのぐらいまで煮詰まってきたら、これで完成になります。はい、そしたらここに盛り付けしていきたいと思います。はい、今日は豪快に2枚ですね、盛り付けて、焼き加減はこんな感じ、ちょうどいい焼き加減です。今日は付け合わせはシンプルなポテトサラダ、これも自家製です。そしてここに先ほどの煮詰めたニンニク、このニンニクダレですね、これはめちゃくちゃご飯に合うと思うんですよね。はい、そうしましたら今日は、豚ロース肉を使ったロースニンニク焼きの完成となります。それではこれより実食したいと思います。今日はこんな感じ、バイバイ。マジだな、ご飯だってこんぐらいいけるでしょ、ご飯。こんぐらいいけるでしょ、ご飯。これ漫画じゃん。いやいや、これ
これだったらいけるでしょう。すごい。ねえ、ちょっと。何ちょっとって。嘘。うん。いただきます。うまっ。嘘。やば。ロースニンニク焼きって食べたことないでしょあんまり。超うまい。ロース生姜焼きじゃなくて。ここにガーリックなんだ。うん。な。あ、本当だ。うまっ。美味しいね。これ。本当そのご飯食べれちゃう。やばい。あ。うん、美味しい。美味しいね。うん。うん。うまくいったね。ご飯進む。進む。進むなんてもんね。うん。食べた。うまい。生姜焼きより好きかも。美味しい。ニンニク焼き、ニンニクも程よいね。なんかあんまり効きすぎてない。美味しい。パパ、ぜっくん取っちゃう。ちょっと待ってね。うん、美味しいこれ。うまい。うん。うん。うん、ポテサラはシンプルだけど食べてみて。うん。うん。わ、一切れでご飯全部食べちゃってる。うわ。お肉ご飯、お肉ご飯。うま。ご飯に。コーグに食べたから。ご飯に合うおかずナンバーワンか。嘘。うん。ふりかけるには食べたことないんじゃない？うん、うん、ママ食べた。男子高校生とかさそんなことないよ。もうお年寄りの俺たちが食うようなメニューじゃないね。もうガテン系のさ職人さんとか私が食べる部活のさ子供とかいたらうんこんなの超嬉しいだろうね。ひたすら食う。ちょん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 。じゃあみんなに喜んでもらえたようです。今日は、ロースニンニク焼き、これを超簡単に黄金レシピで作ってみました。参考になった方もしいましたらチャンネル登録、あとはいいねボタンで応援の方ぜひよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。